パパパパイナップリン、ワン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 ってことで始まりました。パイナップリン斉藤でございます。6月11ぐらいに収録してるんですが、私、先日44歳になりまして、で、今回の、まあ、毎回なんか誰かしらの誕生会とかやっていただけるんですけど、今回の誕生会がすごくて、このね、ラジオにも初代カンペ書きで来てくれた朝原くんという方がいるんですけど、が、台本を書いてきてくれて、で、僕がどっかで、なんかたまたま下着、パンツで、ね、下着がボロボロになって、今家に4枚しかなくてローテーションがきついなみたいな話をしてたのを誰かが聞いて、斉藤のプレゼントはパンツで統一であげましょうみたいな回になったんですよ。ほんで、まあ、ただそれね、いろんなこうパンツ、いろんな種類のパンツを一人一枚ずつあげるっていうだけじゃなく、まあ、そのさすが、クレヨンしんちゃんの脚本を書いてる作家さんですから、その人が考えた企画が、斉藤さんのいいところを言いながらパンツをこのボックスから出す。はいはい。で、このパンツとそのいいことを言ってるのは誰か、当てたらもらえるみたいな、そういうハートフルな企画になりまして、はいはいはい、僕8人中、7人当てました。7枚いただきましたっていう。すごい。なんていうんですかね、すごい芸人になって20年、初めて主役になれた気がする。そういう思い、はい、非常にありがたいということで。はい、ということで、本日もゲストの方来ていただいておりますので、はい、自己紹介お願いします。お笑いトリオ、キングマン、MC 定評がある中山と言います。よろしくお願いします。そしてこちら。はい、ピン芸人、トランキーローサブローです。お願いします。そして、はい、構成作家しております野口と言います。よろしくお願いします。さあ、ということで、これ放送される頃にはね、DKO のね、コントライブはもう終わってるということで、はいね、お疲れ様でしたということなんですけども、はい、まあ、お疲れ様でした会みたいな感じで、はいはい、今回じゃあこのメンバーでね、まあ、作り手と演者がいるわけで、はいはい、して僕多分見に行ってますから、はいはい、見に行ってるっていう、多分ってやめてください。間に合わなくても最後のエンディングの中山 MC だけは、はい、そこがメイン、そこメインなんで僕は、はいはい、そこが本番なんですから僕は。そうそうそう。はい、このメンバーでちょっとね、当ラジオの、まあ、最近ちょっと名物企画じゃないですけど、よくやってる企画、ナンバートークという企画でやっていきたいと思いますので、はいはい、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも、スタミナパンの落とし田高です。どうも、マーボーです。ギャグやります。逆 L、 逆 L、 逆 L、 それは W。 ああ、確かに。どうもー、シングステップです。元警察官の小松とブレイクダンサーのドイチです。よろしくお願いします。Twitter とか、はい、SNS 結構やってるんで、よかったらフォローしてください、はい、こっちは、ハッシュタグマーベルのヒーローって調べれば出てくると思うんで。誰がアイアンマンだよお前。こんな格好ですいません。トランキーロサブローと申します。僕のコントはドラマチックと笑いを足したらどうなるか、その答えはもちろんトランキーロ。あっせんなよ。さあ、パパパパイナップル、本日はキングマン中山、トランキーロサブロー、構成作家の野口君に来ていただいて、はい、企画ナンバートークをやっていきたいと思います。はい、はい、ナンバートークのルールでございますが、今から、1番から7番、適当に誰かに数字を言ってもらいます。そうすると私の手元にはですね、その番号に、割り振ってあるトークテーマがあるので、その、番号のついたトークテーマ、まあ、トークテーマついた番号を言って、それでもうランダムにいわゆる即興でお話を盛り上げていきましょう、うん、ということでございます。はいはいはい、じゃあ、まあ初登場ですからね、はい、中山君にまず番号1から7好きなの言ってください。じゃあ1番で。1番、はい、さあ1番の得点はこちらでございます。苦労した話。苦労した話、まあ、苦労しかしてないですからね、若手芸人の基本。でもまあ一応今日はほら野口君っていう裏方もいるから、はいはいはい、あ、裏方の人がどうやって仕事を増やしてきたかとかも。あ、なるほど。だってあんま聞かないし。聞かないですね。はい、だから一番じゃあ野口が、まあ、俺は知ってるからさ、はいはいはい、一番そのきつかった時期ってどの時期ですか。絶対1、2年目です。あ、やっぱそうなるんだ。絶対1、2年目。いや、今とかではなく。
絶対今が一番楽しい。そうなんすね。1、2年目ってさ、放送作家、構成作家って何すんの？あ、だから先輩の下働きみたいなのを させられるっていうか、先輩の仕事を手伝うみたいな感じでちょっと、うん、少しお金をいただくみたいな。だからそれはだから先輩のところにドバッと仕事が来てて、先輩が忙しくてこぼれた仕事をやるみたいなイメージ、はい、だから先輩からお金もらうの、その場合。まあそのパターンもあるし、単純に今そのテレビ局だったりラジオ局だったりからお金をもらえるパターンもあるし、だし、なんか要は1、2年目何が大変かっていうと、先輩を選べないんですよ。まだ見極められないんですよ。ああ、なるほどね。先輩感ガバガバの状態で、はい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 、こいつはまともなのか、こいつがまともなのかが分かんない状態で。いや、大事だね。でも、とりあえず行かなきゃいけないじゃないですか。はいはいはい、どんな仕事で。で、行って、あ、こいつはやばい、みたいな。とんでもないモラハラ野郎だ、みたいな。いや、いるいるんですよ。そうなんだ。いるんだ。で、そういう選球眼がついてきて、いろんな先輩と揉めて揉めて、今だから楽。あ、なんですね。抜けたんだね、そこ。なんか、分かってきました。で、今8年目?9年目ぐらい?7年目ぐらいですか、ね、7年目ぐらい。7年目で抜けたの早いんじゃない、うん、なんか、まあ、親しい先輩とかからも、あれやばいよ、みたいな。あるんや、そういうの。あいつやばいよ、みたいな。そう、情報集めて、はい、なるほどなとか。でも個人的にすごいすぐ、作家として成功というか、ちょっと波に乗ったなってイメージの、ね。全然です。あ、まあ、でも、俺もそういうイメージだけど、でもまあ、苦労してる時もやっぱ知ってるから。ああ、なるほど。うん、だからまあ、うまいことやってんだろうな、頑張ってんだろうなっていう。まあね、こっちからね、野口なんか大丈夫最近とか別に一時俺も聞かないから、そうね、本当になんかそうなったら言ってくるだろうし、はいはいはい、そうです。だから金で言うとそんな変わんないですけど、正直。ああ、そう、そうなん、金にならない忙しさばっか。自分でコントライブやってみたり、仲いい芸人と YouTube やったり、そもそも、なるほどね。だから結構芸人と近しい部分はあるね。そうね、あ、かもしれない。やっぱ芸人も5年、俺は5年ぐらいやっぱ先輩の選球眼はかかった、ね、かかりました。やっぱりとんでもねえ先輩しかいねえから、本当にとんでもねえから。それは。うん、まあ、でもそのおかげで、はいはいはい、あの優しい斎藤ができたから、あ、ありがとう、あーはなるまいと、絶対にあーはなるまいというのができたので、今出会ってよかったよかったですけどね。いや、もう本当にやめなさい、そういうカンペはやめろよ、本当にマジで、本当にこういう飯出すのよあいつ、本当にどうですか、あのザ若手、一番若手は三郎でしょ、はいはいはい、5年目です。5年目、はい、そのなんかあります、一番辛かった苦しかった時期。まあ今もね、若手だから大変だろうけどさ。でもまあ一番でも常にこう年次を追うごとになんか辛くなってる。ええー、そうですね、精神的な問題じゃん。マジか。はい、あ、そう。だから俺いつも言うのは、はい、まあ、これ何回も聞いてると思うけど、はい、芸人多分3年のところでまずラインがある。辞めるか辞めないか決める、はいはいはい。で俺いつも5年以内に仕事取っときゃ辞め、はい、仕事持ってたら辞めれねえから、はい、5年以内に仕事を何でもいいか取っとけって言うんですけど。はい、そこは結構ほらクリアしてるじゃん。3年超えてるし、まあ、DKO でコントライブのメンバーでやってたり、急に辞めますと言えないし、はい、で順調そうには見えるけどね。だって同期で辞めてるやついっぱいいるじゃん。まあ、そうですね、結構もう同期辞めてる人はもう半分以上はもう全然辞めてますし、やっぱ苦しくなっていく、ちょっと辞めそうな雰囲気出てる。大丈夫、息で会話すんなよ。ほんとなんか俳優さん、たかだか5年なんですけど、なんかこう勝手に追い込んでるというか。まあね、でも一人っていうのもあると思うよ。まあそれもあるんですかね。だって、まあ、人数多ければいいってもんじゃないと思うけど、まあそうですね、やっぱ3人いたらある程度気が楽な部分絶対あると思うから、うん、共有できるじゃん、うん、はいはい、まあそうですね。中山君どうですか。僕は今のトリを組む前がコンビやったんですけど。あ、そうなんだ。その、まあ、1年目から3年目までコンビやったんですよ、はいはい、他の人と、はいはい、で渡辺にクビにさせられて、うん、まあね、まあ、クビにするで有名なそうです、ね、させられて、最初の 1,2 年目の時にこれね、ちょっと角立つんですけど、事務所選びを失敗したんですよね。ほう、はい、最初に事務所に入るきっかけが、あ、なるほど、今思えばってことよね。そうそうそう、大手に行けばよかったんですけど、
そこを挑戦せずに、うん、これから新しい事務所建てるよっていうライブの主催者がいまして、はい、あるあ、めちゃくちゃあるある、これ若手芸人あるある。あで、その主催者に、まあ、大手に入るとオーディションもないけど、うちに入れば営業とかいろいろできるよって言われて入ったら、もう全部実費で、交通費も全部実費で、はい、あるあるですね。で、なんかあの笑う奇妙な館みたい な、うん、なんかそういうテーマを作った、なんかお客さん入れて犯人を当てる演劇みたいなことやったりとか、うん、これお笑いと関係ないやんとか、うん、,笑うとだけついてる、そう、笑うけどそんなにやらずに最後ネタやるみたいな、その笑う部分はネタだけみたいな。それは苦しいね。そこでいろいろ苦労しましたね。まあでもそれがあるからこそ今楽しいというか、うん、楽しい、はい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 、だから俺も今もうめちゃくちゃ楽しい、もう人生、はいはい、もう これこの現状維持でいいやと思ってるぐらい楽しいんですけど、はいはいはい、4人中3人楽しいのにね、はあ、1人だけ今苦しいっていう、そうですね、それは何、先週説教されたからですか。いやいやいやそれだけじゃないんですけど、だけじゃない、あ、だけじゃない、なんか、うーん、楽しいさ今のところこう1ミリもないというか。なんで続けてんの。いやだからこれはね、なんか俺サブローのこといつももう芸人界で随一の性格の悪さって言うんだけど、はい、あのね、なんつうんだろうな、随一、俺はどちらかというとネガティブなんだけど、はい、こうまあでも他の同期の何にもないやつよりマシかとか、あ、そういう風にやるんですよ僕は脳内で、はいはい、だからその少しでもいいから、はい、優位に自分をなんとか持ってく、はいはいはい、まあ、努力とは言わないけど、はい、形だけでも、はいはい、そうすることによって保てるじゃん、ギリ、そうですね、自分は、はい、あ、そうですね、で、はい、思いがあって俺はサブロー呼んだりしてんだからな、お前、あ、はいはい、本当に、あ、まあまあ、そうそうよ、こういうところにサブロー飯行こうよとか、はい、で俺みたいな売れてない全然名の知らない芸人の先輩でも何人も誰からも誘われない人っているじゃん、はいはい、まあまあまあ、ね、そっかそっかそっか、そう、その俺の思いを無視して何も楽しくない、最低のやつ、違うんですよ、違うんですよ、何も読み取ってくれない、違うんですよ、違うんですよ、そういうことじゃないんですよ、どういうこと、どういうこと、なんですかね、こう、そういう、斎藤さんに食事連れてってくれたりとか、うん、その DKO のコントライブ呼んでもらったりとか、はいはい、もうめちゃくちゃ嬉しい、だから嬉しさはあるんですよ、うんうん、で、もちろんあのコントライブ出た時も楽し、その稽古とか本番は楽しいですよ、もちろん、だそのまでの準備期間、自分のネタとか、まあ、全部合わせた準備期間がなんかもうなんか修行というか、いやそれはみんなそうだろ、もうそのお前がそのいい加減な人間なのかストイックな人間なのかはっきりしてほしいんだよね、どっちだ、分かんないんですよね自分は。まあでもストイック風ではあるじゃん。まあそうですね、ストイック顔してだからもう完全にそのネタをこう突き詰めなきゃっていうモードに入っちゃってるというか、はい、それ以外がもう何も入ってこないんですよ。ネタどうでもいいんだよ、うん、どうせそんな R1 が優勝できないんだから。そうなんですか、ネタ。いや、そうなんですよ、言い換えてよ、分かるんですよ、分かるんですよ、でネタじゃないと思ってるんですよ僕も。でもネタやんなきゃ売れないじゃないですか。まあそうです、まあ、ね、やんないといけない、どうせやんなくなるのにやんなきゃいけないっていう、こう矛盾にこう毎日やんなくなる、いやそれ やるかどうか自分次第じゃないですか。売れた後もね、単独やってる人もいるし、まあまあまあね、でも単独とかやんのいいね。そうですね、やってるんですけどね、ずっと。あ、でもやらない人間だもん、やらない人間、やらない人間でもな、これ以上は2週連続説教だからやめよう。ちょっとあの CM だとテーマ変えます。かわいいです、まあでもね、トロッコをご覧の皆さん、トランキーロー三郎です。第6回ゲラにて優勝いたしました。同期のアーシングステップが殿堂入りしましたが、次の殿堂入りはこの俺だ。どうもキングマンです。お願いします。僕らのねショートソングコントを見てください。お願いします。お釣り25円になります。イエーイ、お釣りギザ中だった。皆様、三浦みゆきコンサーティーナの時間をお送りしております。三浦みゆきです。毎週水曜日です、午後6時半から30分と7時までですね、イングリッシュコンサーティーナの音色とともに、私のお話を聞いていただいております。とっても珍しい楽器ですよ。その他にも三浦みゆきアコーディオンの時間というのも収録しておりますので、ぜひ
聞かれてみてください。2つともとても素敵な音色を聞いていただけると思います。さあパパパイナップルナンバートークいきましょう。じゃあサブロー行きましょうか、はい、番号2から7かな空いてるのが。じゃあサブローの背番号3番 OK いきましょう、はい。3番のトークテーマこちらでございます。ノミニケーション。うわ、まあ今や仕事になっているノミニケーションは、はい、まあそのまあ、賛成なのか反対なのか、まあ、今の若者に聞くと、はいはい、もうノミニケーションは絶対にいらないという結論になってるらしいんで、はいはいはい、世論的にはね、はいはいはい、まあ、いわゆるノミニケーションがめちゃくちゃ大事と言われてる世界で僕たち生きてるじゃないですか。そうですよね、もう本当に、はい、その本音をちょっと聞きたいなっていう、はいはいはい、まあ、年代も経歴もみんな違うし、はいはい、仕事内容も違うんで、はい、これ野口くんはどうですか。僕割と行く方、あ、難しいですけど、人を選んで行くよね。はい、そうです。人を選んで行く。その通りです。それ僕は同じタイプです、はい。僕も人を選んで行って、行ったら楽しいんで、楽しみます。はいはいはい。だいぶ選球眼ついてきたんで、あ、こいつはってやつは行かないし、うん、あ、大丈夫そうとか、この人の紹介なら大丈夫だろうとか。一緒。一緒。そうね。で、実際そのつながりで仕事もらえたりもするんで。そう、あるある。実際あるもんね。だし、やばいやつだったらもうそれはネタにするしかないと思って消化しますね。だね。これはもうだから共通認識として結構同じ意見だと思う、うん、僕まだね、先輩の目利きがちょっと上手くないというか。え、そう？そうなんですよ。意外と行って失敗やったなっていう打率の方が高いです。ああ、そうなんですね、はい、きついね。じゃあ苦しいね。 それはノミニケーション嫌いになるね。そうなんですよ。だから今だいぶ嫌いです。でそんな言葉聞いただけでイラッとしました。あ、そうなの。そうか、だいぶきついですね。まあでも結局は自分が悪いからな。そうなんですよ。選球眼という意味もそうだし。そうだよね、楽しめてない自分も悪いしみたいな。あ、そう。どうですかサブローは。僕も脳みそに行く前に口で行きますっていうタイプ。あ、意外と。あ、そうか。で言うんですけど、うわ行きたくねっていう時ももちろんあるんですよ。あるよね、うんうんうん、基本めんどいじゃんやっぱり、はい、でももう口は言ってるんですよ。もうあー、いますって。あ、自我がないんやもん。もうだからもうそこでもうだからもうそういうべきって人間とは、はいはい、そういうべきものだっていうのがもう埋め込まれちゃってるんで。なるほど、はい、体育会系やからみたいなもあるし。それもいいことだよね。会社員の時とかもそうでしたけど、うんうんうん、あとだからあれじゃない、そのノミニケーションの中で何が一番、まあ、さっきほら先輩みたいな話だったけど、何が一番きついかにもよるよね。シンプルにお酒があんま好きじゃないからきついってパターンもあるし、あとお金ね。あ、そうですね、お金もありますね。おごってくれない人とかもいるし、あと同期で行ったら割り勘だしとかっていうのは。斉藤さんが最高なんですよ。金も出してくれる、褒めてくれる。いやいやいや、最高すぎる。いやいや、こっちが何言っても笑ってくれる。分かる。あの、そういう場が好きなんだ。、はい、僕はもうただ楽しい場が好きなだけなんだ。何がきついんかね、ノミニケーション。その若いやつがノミニケーションはもう必要ないって言ってる理由って何なんだろうねっていう。あ、まあ、いわゆる20代で それ言ってくるやつは大体だるいやつ多いじゃないですか。あ、ノミニケーションかとか、まあまあまあ、そういうのでやって仕組んだってやつはだるいから。はいはいはい、多分それなんかも自己防衛がですね、あらかじめそう言っといて、はいはい、やばいやつ。ああ、なるほどね。あ、なるほど。はい、まあでもやっぱりこれは俺の持論なんですけど、はいはい、あのオーラあるやつは変なやつに誘われないっていうのがあるんですよ。ああ、だから僕も若手の時にいろんな先輩で苦労はしたけども、そこで身につけたのが、誘ってくんなオーラを、まあ、ある程度先輩って言うと売れてる人もいるし、現役長いから空気は読めるわけじゃん、はいはい、そうですね、 あいつなんか誘いづらいなっていう空気を出すようにしたら、見事に誰からも誘われなくなったんで、これもすごいいいことかも。まあ僕にとってはいいことだった。誰にも誘われなくなったんですか。なった誰にもなんですね。まあ、うん、それでも誘ってきたのがサンシャイン池崎と行くわよみたいな、はい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 、どうせお前金出さないだろうっつって先輩だけどお前って言ってた。そうだ、はい、だそれは僕はもうあの後輩としか飲みませんって結構公言もしてたし。そうなんですね。あ、はい、はい、あとあれがだるいんですよ、マナー言ってくるやつ。ああ、はい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 、マナーね。俺クソムカついて、うん、今でも名前言ってやりたいんですけど。どういうマナー。僕の先輩のサッカー屋さんは結構上ので、なんかのきっかけでちょっとこの後昼飯行こうよって言われて、僕とその先輩の間の先輩、はいはい、3人で飯行ったんですよ、うんうん、なんてことない、ま、
ちょっと大衆的なイタリアンですよ。一皿1000円くらいかな、はいはい、ランチ行って、1500円作って、はい、美味しかったな、ごちそうさまでしたって言って帰ったんですよ、はい、でその1週間後くらいにまたそのおごってくれた先輩に会ったら、うん、なんか、まあ、つかつかつかと俺のとこ来て、なんかああいう時は帰った後にメールとかでごちそうさまでしたって言わなきゃダメだよって言われて、それとか今会った時に言わな、今会った時に言わなきゃダメだよって言われて、はいはい、このハゲだるっと思って、いやでもそれは一個正しいのよ、うん、世の中の世論として正しいんだけど、はいはい、それを言うのは俺本人じゃないと思って、そう、お前が言うなと思って、うん、そう周りがこう言ってきたらっていう、そう、それやった方がいいよっていうのは多分分かるからね、そう、本人が言うところにだるさを感じるわけですよ、ダサいし、あなるほどな、多分ダサいもんが嫌いだから、そう、だから多分尊敬されたよねその人、そうそう、はい、そういうと、でもそういうことするから尊敬されないんですよ、その通り、あなるほど、あもうこれこれやめた方がいいな、あの絶対悪口だらけになるからね、テーマやめましょう、よくないラジオ、はい、ちょっと短い、でも時間短いですけど最後のテーマいきましょうか、じゃあ野口くん何番かいきましょう、1、3以外、1、3以外、じゃあ5番で、5番、あこれはパッと話せそうですね。5番のトークテーマはこちらでございます。自分だけのアイドル。おお。自分だけのアイドル。アイドルか。まあだからアイドルじゃなくてもいいんじゃないですかね。もうめちゃくちゃこの人が好きだった。現段階で好きとか。はいはいはい。それはサブちゃんめっちゃあるでしょ。ね、多分。まあ、僕はもういろんな業界にいますよ。あじゃあこれはもうトランキーロサブローの芸名通り、はい、今一番好きなプロレスラーと今一番好きな野球選手。はい、いやと今一番好きなのは、まあ、もちろん内藤哲也選手、あやっぱそうなんだ、そこも動かないんだ、ね、まあやっぱ動かないです、ね、プロレスラーなんだかんだ動かないですね、で野球選手は、野球選手現役だったら荻野貴司、あ荻野貴司ロッテのセンター、ロッテのセンター、あえまだまだ現役です、まだ現役です、あそっか、がまあトップですかね、引退選手別に言わなくていいっすよ、引退選手は福浦さんか、まあ、三郎か佐藤崎智也、まあ、いっぱいいますね、もう50人ぐらいいますね、ちゃんといるんだね、はい、あでもそれはいいよね、なんか仕事というか武器になるから、確かに確かに、ね、中山君どうですか、僕はもうベタですけどクリームシチューの上田さん、うわっ、あそうなの、もう俺が日本ずっと聞いてましたし、これあでも昔の俺と一緒だ、あマジですか、僕はだってお笑いあの芸人な誰を目指してお笑い始めましたか、はいはい、そしたら僕クリームシチュー、まあ、カイジャリ水魚なんで、はい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 、カイジャリ水魚見てああいう関東の漫才やりたいと思って始めたんで、はいはいはい、僕 MC に憧れてるんですよ、その上田さんの、あなるほど、はい、あこれちょっとサブローが MC をあんまり興味ないっていうのがすごいちょっとびっくりして、あそのクリームシチューの上田さん好き、もちろん好きですけど、はいはい、やっぱどちらかあのがひな壇のみたいな、まあそうだよね、はい、野口はどうですか、僕っすか、難しいな、てか誰になるんだ、うん、この場合芸人言うのか、はい、サッカー言うのか、はいはいはい、全然関係ないアイドルとか言うのか、あでもさっき話に上がった「あのクレヨンしんちゃん」の脚本書いてる朝原さんは俺もうスーパーリスペクト、そうなんだ、なんでだいぶ上位です、だって結構絡みあるじゃん、まあ、ちょこちょこありますけど、で一緒に仕事したことはなくて、でもあの人って、まあ、某有名なコント番組の構成やってたりとか、うん、 それこそクレヨンしんちゃん台本書いたりとか、ちゃんと面白い仕事を、まあ、追求してらっしゃるのか分かんないですけど、言ってるじゃないですか、まあね、この間とある先輩と喋ったんですけど、俺は面白いが正義だと思ってこの業界に入ったんですけど、実はなんか求められてるのはユニークだったっていう、このジレンマを喋って代表的なジレンマだよね、はい、でもやっぱ朝原さんやっぱ面白いとかを追求してる人だから、うん、アイドルか、あいつがあんな地味なやつがアイドルって言うとちょっとね引っかかりますよね、まあそうか、だから朝原さんが書いてるクレヨンしんちゃんとか見てますよ俺結構、あなるほどね、はい、ちゃんとだからそれ追っかけてるってことか、そう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 、あ僕はあれっすね、まあ、お笑いで言うと、まあ、さっき言った若手の時は上田さん、はいはい、で司会業をやり始めてからやっぱりタモさん、ああやっぱタモさんの邪魔にならなさっていうか、ね、はい、なるほど、それでいて別に一人で笑い取りに行こうと思ったら急にモノマネして笑い取れる最強じゃんと思ってこの人たちっていうのはありますね、はい、じゃあ続きはちょっと居酒屋でやりましょうか、はい、どうもマドックです、
やこの前さ、うん、ちょっとムカつくやつがいたんだけど、うん、喧嘩したことないから何も言えなかったんだよね。マジで、うん、えお前喧嘩したことないの？そう一回も？一回も。あまあ確かにお前パン買いに行くの得意そうな見た目してるもんね。いやお前が言うな。どうもシングステップです。元警察官の小松とブレイクダンサーのドイッチです。よろしくお願いします。ツイッターとか、はい、SNS 結構やってるんでよかったらフォローしてください、はい、こっちは、ハッシュタグマーベルのヒーローって調べれば出てくると思うんで。誰がアイアンマンだよお前。毎週土曜夜7時半からは声優阿部陽子のアニラジ電波。声優歌手の阿部陽子とアニメ大好きワンちゃんがアニメ電波ソング、リスナーさんのツイッターリンクも生放送で会話しちゃうよ。みんな聞いてね。お楽しみに。さあということでエンディングでございます。これ結構面白いでしょこの企画。面白いですね。ね、はい、本当に1時間でもやってたいなと思うんですけど。はい、はいはい、まあ本当に続きはこの後ガチで居酒屋でやります。はいはい。さあということでまあ今日はもう舞台もねコントライブも終わったってことで、はいはい、ここのちょっと告知をしてもらおうと思って。はい、まあ野口君もなんか自分が担当してる番組とか、はい、見てほしいものとかもしあったら言っていただいて。はい、じゃあ中山君から。まだ明確な日程はまだ決まってないんですけど、はいはい、7月の11、12、13、はい、どれかに。キングオブコント1回戦がそうかありますんで、そういう時期か。そうなんですよ。いやーしんどい時期ほんとしんどいのよね。決まりましたら告知しますんでぜひ。いやでもキングマンはねやっぱりそこはやっぱ買っときたいもんね。買っときたいです、ね、キングマンですからねすごいコンビ名です、トリオ名ですよね。そこはぜひ頑張ってください。はい、サブローは僕も実は今年初めてキングオブコントに行く挑戦する。で、監修野口翔吾で。ああもうそれはね、うん、やってます、うん、で同期の、まあ、犬飼大わらわっていう、まあ、同期がいるんですけど、はいはい、体重120キロぐらいあるんですけど、はい、そいつとコンビで、まあ、出て多分7月の9日になるんじゃないかなっていうところでやってまして。コンビ名とか決まってるの？はい、犬飼三郎という。あじゃあね、お笑い好きな人はキングオブコントの、ね、ホームページとか見れば、ね、はい、キングマンと犬飼三郎、はい、1回戦見に行って、はい、ぜひください。はい、野口くん何かある？ですね、6月22日と6月29日、はい、29日に、はい、TBS でお笑いエスポワール号っていうお笑いの特番があるんですけど、はい、芸人50組、100総勢100人を集めて、うん、短いショートネタとかやらせて、はい、1位を決めるみたいなやつですけど、なんか、MC というか審査する側が設楽さんとバカリズムさんと、キリンの川島さんの。すごい、ガチガチだ。ぜひちょっと第2弾第3弾やっていきたいんで、TVer とかでもいいんでぜひ見ていただきたいです。呼ばれたいな。もうリアルに呼ばれる人たち側だからね、あなたたちはね。そうそう、まだ呼ばれてないということはっていう、ね、ってことはもう終わったってこと。そうじゃないよ、これから頑張ろうってこと。一応俺は書きました、エンジャーンに。そりゃそうよね、エンジャーンに2人書いて、はい、跳ねられました頑張るしかないんです。そうです、ほんまにほんまにごめん本当にそう、あ、謝る側だから、ね、申し訳ない本当に申し訳ない、はい、さあということで僕はですねワロップ放送局で、毎週金曜日ですね、月から金の帯番組シェイクアップワロップというのの金曜日の MC 担当させてもらってますんで、ぜひ会場に遊びに来るなり配信見てくださいということで、今日本日は皆さんありがとうございました。どうもキングマンです。お願いします、僕らのねショートソングコントを見てください。お願いします。お釣り25円になります。イエーイ、お釣りギザ中だった。ご覧のご覧の皆さん、トランキーロサブローです。第6回ゲラにて優勝いたしました。同期のアーシングステップが殿堂入りしましたが、次の殿堂入りはこの俺だ。どうもマドックです。いやこの前さ、うん、ちょっとムカつくやつがいたんだけど、うん、喧嘩したことないから何も言えなかったんだよね。
マジで、うん、え、お前喧嘩したことないの？そう、一回も？一回も。あ、まあ確かにお前パン買いに行くの得意そうな見た目してるもんね。いや、お前が言うな。